また会いに来てくれてありがとうございます。茨城市子ども若者支援地域協議会のイメージキャラクターいちごちゃんです。感情のチャンネルは好き嫌いの物差しを使います。好き嫌いはその時の状態や気分で変わることもありますが、比較的合わせやすいチャンネルと言えます。一般的に誰かが失敗して落ち込んでいる時には、失敗しても大丈夫だよとか、誰にでも失敗はあるよといった声かけをすることが多いと思います。アドバイスで気持ちを切り替えたり行動を起こせるのはある程度状態が良い人だと言えますが、不登校や引きこもり状態の人の中にはこんな風に言ってもらっても相手の優しさを感じられなかったり、自分の感情を否定された気持ちになる人がいるのはなぜでしょう。それは感情の着地点が違うからです。不登校や引きこもり状態の人たちにとって感情の処理は私たち以上に時間とエネルギーを消費します。恥ずかしい、悔しい、辛い、悲しい、しんどい、面倒くさい、やりたくないといった感情の着地点を気にしないとか、誰かに相談するとすることに一致感が持ちにくく、感情の着地点が見つからないという現実に直面しているだけで甘えや逃げではないのです。どう思うか、その感情をいつまで持ち続けるかは本人の選択であり自由なはずですが、自分に一致感のある着地点が見つからないと、周りからの理解も得られないまま、感情はいつまでも本人の中にとどまり続けます。基本的に支援者、支援機関は感情のチャンネルを合わせること、相手の感情を受け入れ、傾聴、共感することの大切さを知っています。例えば、本人から家族をがっかりさせているとか、自分を好きになれないという発言があったとしたら、家族をがっかりさせることが辛いんだね、大切に思っているんだね、あなたは誠実な人だね、そんな時に何かしようという気にはならないよねと共感できる人が多いのです。もし誰にも分かってもらえないと話してくれたなら、それは身近な人と分かり合えないことが辛い、嫌だと教えてくれているのです。保護者、相談者や支援者、支援機関はうまく返してあげることができなくても、本人の好き嫌いに耳を傾けてあげましょう。なお、支援の中で取り扱う感情はこのように分類することができます。向かって左側がネガティブな感情で、右側がポジティブな感情です。また上側の方がエネルギー量が高く、下側の方はエネルギーの量が少ないと言えます。不登校や引きこもり状態にある人はネガティブなエネルギーの上がり下がりだけを繰り返してしまい、ポジティブなエネルギーを感じる機会が少なくなってしまいます。状態が良くないと良い決断、良い判断ができないのは当然なのです。この動画は以上で終了です。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。Thank you.
Thank you.